皆さんこんにちは、キリアです。 A 列車で行こうエクスプレス続きをプレイしていきたいと思います。前回こちらでポイントの設定をしまして、こちら右からやってきた列車が夜になったら、こちら向こう側の線路に移って、そしてここに入るという感じになっています。これで、なんとか街を発展させていこうというところです。それでこっちの方だいぶ資材が溜まってきましたんで、何か作りましょうか。ただあんまり闇雲に作ってもここら辺赤字なんですよね。あんまりお金もかけたくないところですが、ただまだここあんまり発展していないうちにどんどん作った方が土地代は安いはずですよね。資材はだいぶ溜まってるんですけど、資材を多く消費するのはやっぱり値段も高いのか。弁当屋、資材60個で8億円か。60個もあるか？あるか。葉っぱ64、ちょうど64個あるから、これ作ってみますか。弁当屋。ここら辺。どうしようかな。こっちの方が人が、家が多いからここら辺に建てますか。一人暮らしの人だったりしたらお弁当屋さんあった方がいいでしょう。こんな感じでここにお弁当屋さん作りましょう。よし、資金が残り300億を切りました。1000億から始めてすでに700億使ったことになります。さあ、これで、ここで食べられるようになってるんだ。ここでお弁当を買って持ち帰りもできるし、ここのスペースに座って食べることもできる。おお、これは家族連れとかでも良さそうですね。ボックスランチ。これもしかして向き逆だったか？まあいいか。これっち側が手前だったのか。まあ一人暮らしの人でも来ることもできますし、あとはまあここら辺に住んでいる奥様方が誘い合って、ここで一緒にランチを食べるっていうのもいいんじゃないですかね。さあ、こんな感じで、時間をちょっと進めてみましょう。ちょっと待て。なんでだ？またここで詰まっている。今午前8時で、そしてここの今、この海浜切屋駅に入っている電車がこっち側にいるということは、この電車は、夜の12時、深夜0時以降に、向こうからやってきて、ここを曲がってこっち側のホームに入ったということで、ここの電車がさらに後ろから来ていたということは、深夜0時が終電ですから、深夜0時を回る前にここの西切屋駅を出発していて、で深夜0時を回ったところでここら辺にいて、でその時点でこの前の電車もここら辺にいたりして、それでその電車がこっちのホームに切り替わ、ポイント切り替えで入る、でその後深夜0時からここら辺にいた電車がずーっと夜の間走っていて、それでここまで来て、朝6時前にこっちまで来て、でここで曲がろうとしたけど、ここですでに夜の間に入っていた電車がいて、ここでぶつかったのか。これはどうする？これはどうする？深夜0時の段階でここを出発した電車がいて、車間距離を空ければいいのかな。ただ結構
構、もう4つの電車をかなり均等ぐらいに配置したつもりだったんですが、これは、ここの海浜切り屋駅と西切り屋駅の間が広すぎるのが問題なのか？ここら辺の距離に比べてあまりにも長いっすよね。こっからここまでは。ちょっと待って、一旦、これが04番、これを今詰まっているのを撤去して、それで、今電車が一つ、ここ西切谷駅の手前にいるので、これをちょっと進めて、で、ここに止まる。で、今午前9時45分、こっからどのくらい向こうまで、海浜切谷駅まで行くのにかかるのかをちょっと見てみましょうか。さあ、これで9時、10時ぐらいにちょうど今ここを出発して、このカーブを曲がる。で、向こうからもやってきた電車とすれ違う。これがもう13時ちょい前くらい。そしてここをまっすぐ進んで、で、このポイントのところに来るのが16時。16時3分、6時間もかかるのか、一駅に6時間かかる。で、6時間かかるということは、深夜0時前にここを出発した電車は、6時になる前にこっちに来ちゃう可能性もあるのか。朝5時に出発するより先にこっちに来てしまう。そしたら、そうなると、ここら辺に、中間に駅を作るか。ただ資金が残り300億。ここら辺に仮に高架駅を作るとすると、98億、そんなにかかるんだ。最初に高架駅を2つも作る。しかもなんかホームの数を無駄に4000とかにしてたし。150億。地上駅だと55億。あ、そんなに違うんだ。もっと最初のうち、お金をちゃんと見ておけばよかったな。で、田舎駅だと23億。あ、これだとでもホームが1個しかないのか。地上駅で55億。しかもこれ55億で作ったとしても、これ線路もまた変えないといけないですもんね。低くして、つなげて、ってやらないといけない。6時間かけて、向こうに行く。なら、ちょっと待って、これここの、あ、間違えた。ここのポイントで、今0時から6時まで向こうに曲がるようになっているから、これを3時ぐらいまでにしておけばいいんじゃないか。早めにこっちに来た電車は今まで通りこっちの線路に移っ、右側の線路に移ってこっちのホームに入る。で、もしその時点で、深夜0時少し前にここを西切谷駅を出た電車がいたとしても、その電車がこっちに来るまでには6時間くらいかかるので、その電車はこのまま直進してこっち側反対側のホームに入る。これでいいんじゃないかな。3時だとちょっとどうだろう、どのくらいの時間だろう。3時半くらいにしとくか。なんかシミュレーションゲームをやっているはずなのに、パズルゲームを解いているような感覚になってきました。これで大丈夫かな？大丈夫っすよね。いけるかな？これで全列車に適用して、ただそうなると、今度ここの両方に、この両方に電車が入る
ことが多くなるので、そうなったらここから始発が今5時ですけど、それを時間もう少し空けた方がいいか。向こうまで6時間かかるのに、この1時間の差はちょっと、また詰まってしまう。もっと早く、いや、違う。これを、こっち側のホーム、まっすぐ来た時のホームの始発時間を遅くすればいいのか。9時ぐらいにしていっか。いや、向こうが5時に出るから。向こう、ここが5時に出て、そして後ろの駅が出る、後ろの駅が6時に出発したとしても、7時間間が空くから、8時半始発にする。これで OK か？ここを、西切谷駅からこっちに来た電車が、夜の間にポイントを切り替えて向こう側のホームに入って、で、その後朝の5時までにこっちに来た電車があったとしたら、それは今度こっちのまっすぐ手前側のホームに入る。で、奥のホームにいる電車は朝の5時に出発する。で、こっちが手前にいるのは朝8時半に出発する。ことにすれば大丈夫かな。で、後ろとの距離も、ここを仮に6時に出発するとしても、向こうまでは6時間かかるので、こっちが8時半に出発していれば、そんなに車間距離が詰まることもない。これで行きましょうか。これで OK なはず。これで全列車に適用。これで OK ですよね。大丈夫ですよね。そしたらさっきの、撤去した電車を、ここに配置して、これで、また時間を進めてみましょう。これで、今夕方になって夜になる。そして深夜12時で向こうに入る。お、来た。そして向こうが出発して後からこっちがいる。おー、いいんじゃないですか、これは。たまたま今ちょうど後ろから来ましたが、こっち側は、特に問題ないですよね。キリア中央駅と東キリア駅の間は距離が短いので、さっきみたいなことは起こらないはず。で、こっち側は今みたいに時間でずらせば大丈夫でしょう。さあ、これで夜中に来たのはまっすぐ行く。で、今回は、向こう側には来ませんでしたが、8時半に出発して、で、後ろから来た電車ともそれなりに間隔は空いている。よし、これはうまく、今度こそうまくいっているはず。さあ、これで結構家とか立ってきましたね。ただこっちの方があんまり開発が進んでない。ここもすんごい赤字ですしね。そういえばバスとか走らせていなかったけど、バスやってみましょうか。そうですよね。ここに駅前の方は割と人が来てますけど、この駅からこっちの方にアクセスする手段がないですもんね。車、自家用車か徒歩か、あと自転車とかそんな感じに、でしか移動できないので、バス停設置してみましょう。バス停ならそんなお金かかんないですよね。多分。この速度でいいか。それでここら辺に、2億かかるの、バス停も。そんなにかかるんだ。ただ297億あるうちの2億なら大丈夫か？片側でも大して変わらないので、バス停田舎？田舎？これでもそんなに変わらない。バスターミナルとかあったらかっこいいけど、
まあ普通に速道でいいか。ちなみにバスターミナルだと、一気に桁が上がった。20億、28億、27億、そんなにかかるのか。それじゃあ速道を、バス停速道を、ここの駅前とこっちをつなぐんですが、こっちの方にも微妙に家とかあったりするので、工場とここら辺、こんな感じで、結んでいくことにしましょうか。こう、回るルートで。で、そうなると、まず駅のここ、高架下に、あれ、高架下ってバス停設置できないのか。じゃあ、そのちょっと手前、ここ。家の目の前がバス停になりました。ものすごい利便性良くなりましたね、この日で。この高架で、このフラスコカーブのせいで、日当たりが悪くなった家ですが、利便性は一気に上がりました。で、バス停の間隔狭すぎてもあれか?ただまあ工場前には欲しいですよね。工場前にバス停設置して、で、ここら辺に住んでいる人たちに使いやすいように、ここら辺にもバス停置いて、で、今度こっちの方、どのくらいの間隔で置くかな?ここら辺、なんかでっかいビルあるし、ここら辺に置きますか。ここら辺に置いて、で、もう少し来て、せっかくなんでお弁当屋さんの前に置くか。この間、前回こちらのコンビニも作りましたけど、どうしよう。お弁当屋さんの前の、前にしましょう。お弁当屋さんの前に泊まって、そしてマンションと、工場、レストラン。バランス考えるとこっちのレストラン前にしましょう。レストランと工場の前。ここに設置します。で、今度こっち来てガソリンスタンドはまあいいか。この家のあたり。こっちの家はもうそのままこっちの駅に行った方が多分早いでしょうから。この家のあたり、公園前。公園がありましたね。公園前にバス停設置します。よし。これバス停で、これで、バス停が 1,2,3,4,5,6,7。7つか。で、バスを買う。路客バス、路客バス。コミュニティバス。で、これが近距離用ノンステップバス。これに比べると、定員数がかなり増えてますね。値段は1000万違う。1000万も大金ですけど、このゲームの感覚からすればそこまで大きな差ではない。で、こちらは中長距離用ハイデッカーバス。んじゃあ、この近距離用ノンステップバスにしますか。これを購入何台くらいで回しましょうか。あ、ここでアップになるんだ。循環バスですから、反対方向に回るバスも必要ですよね。それなら4つ。4つでいっか。まず、ここに設置して、で、これをダイヤウィザード。これでやっていきましょう。まず、ここで、乗り降りで、停車発車時間、あ、これもやる、決めるんだ。いや、これも始発は6時でいいか。6時で OK ですよね。これで、続行。ここで、まず、駅前で止まっていく。そして、ここも、工場前。これも6時から行きましょう。で、ここは右折。で、これも6時で乗り降り。で、ここは右折。で、ここで左折して、ここの住宅が立ち始めたところで、ここで止まる。それでどんどん進んでいって、ここでお弁当屋さんの前。ここで止まり、そして今度はここの海の見える赤字レストラン。ここの前で止まりましょう。さあ、それで、ここの何もないところにポツンとあるガソリンスタンドを抜けて、そしてここの公園前。ここも
これで止まって、そしてここを左折して一周しました。よし。で、もう一個の方を、今ここなので、ここら辺に置けばちょうどいいかな。ここに置いて、そしてさっきのをコピー。で、ここへ貼り付け。で、今度はさっきのと逆ルートで全く同じ道を反対側からやっていきましょう。ここはまあ、がっつりカットします。さあ、設定終わりました。これで今ちょうどこちらのバスが駅前に向かっているところなので、これちょっと見ていきましょうか。車窓、おー。これで乗ってみましょう。さあ、ここで信号を曲がって、これが駅前。これが海浜切屋駅ですね。さあ、そして海浜切屋駅の駅前を出発して、ここが工場。工場と資材置き場。トラックが走っています。さあ、これで、ここの海浜切屋駅の裏手の方ですけど、ここら辺も割と家が建っていて、ここで一旦止まる。さあ、月も回っている。コンビニも見えますね。そして、ここ海浜切屋駅の方を左に曲がって、そして、南の方へと向かっていく。ここで一旦止まる。ここら辺も割と家は建ってきました。さあ、バスとすれ違って、そしてここですね。ここがあのお弁当屋さん。作る向きを若干間違えたっぽい感じのお弁当屋さん。これで今夜中なので、朝の6時になるまでここで止まる。さあ、6時になって出発です。あのコンビニ、ひよこのコンビニを通り過ぎて、そしてこのでっかいマンション。でっかいマンションを通って、そしてここの、ここら辺も家が建ってる。赤字レストランの前のところ、隣に家が建っています。さあ、そしてバスとすれ違う。ここら辺がもう全然、何にもないんですが、おっと、家が建ってますね。あのガソリンスタンドのところなんか斜めになってたぞ。で、ガソリンスタンドを通り過ぎて、そして、海浜切屋駅へ向かう道で途中で一旦止まる。ここが公園になってます。公園前で一旦止まって、そしてあのフラスコカーブを前方に見つつ、ここら辺でまた住宅が増えてきました。さあ、これで一周してきましたね。ここで海浜切屋駅に止まる。で、あそこにフラスコカーブを見ながら、あんまり見えないな。さあ、これで、バスが一周しました。これでまた少し時間進めて、街が発展していくのを待ちましょうか。このレストランの隣に家が建ったのは、感慨深いですね。ただなんとなくこっちの方はリゾート地みたいな感じにしようかなと思っていたんですけど、ここの遊園地があったり、博物館があったりみたいな感じで、家が普通に建っている。まあ自分でもマンション建てましたしね。赤字がすごいことになってますが。そしてここのガソリンスタンドの隣にある家がなぜかすんごい斜めに建っている。道に対してなんだこの建て方は。そしてこの辺りも、この海浜切屋駅の方でも、今はもう詰まりもなくうまく流れています。さあ、これで資材も、まあ普通に運んでいっては消費されみたいな感じですが、自分で何か建てるとお金がかかってしまうので、これでコンピューターに消費してもらうのがちょうどいいかな。なんだこれ。
ペットショップ。おー、ペットショップ。ピンク色の猫のペットショップができました。あとはここら、うわっと、ここの倉庫がすごいことになっている。結構運び出しているんですけど、それでも全然追いつかないのか、トラックの数が少ないのか。こっちは、これ両方から順番に取っていくっていうことしないんですかね。こっちばっかり少なくなって、こっちはずーっと残っているから赤字が増えている。で、こっちの東桐谷駅の方も、だいぶ資材を運んでいるはずなので、まあここは黒字になってますね、両方とも。資材置き場は黒字。そうなると問題、ここの工場ですよね。ここの工場と、あとこっちの資材置き場も、あるんですけど、こっち、スペースがないから、もうあんまり建たないのか、家とか、工場とか。他の他社物件も全然建たない感じなんですかね。あと、前にここ、工場の真隣にあるマンション1個建てましたけど、その隣にももう1個建てました。ここは両方とも黒字です。ただ、この工場をなんとかしないといけない。これ貨物列車で運ぶ方が多分がっつり量を運べるんでしょうけれども、ただどうする？既存の電車を使うなら、ここから一旦西桐谷駅か桐谷中央駅に運んで、ここから貨物列車を走らせる。そして東桐谷駅に向かう、バセルというのがいいんですかね。ここの工場からは東桐谷駅に運んだ方が早いですから、トラックとトレーラーかなり本数増やしてやっているんですけど、こっちの工場か。こっちの工場も西桐谷駅に運んでるのは、割と消費されてるのか。じゃあ西桐谷駅、桐谷中央駅のここの資材置き場は運んでないんですよね。もうここら辺は発展これ以上しないだろうということで、こっちに運んで、それで貨物列車やりましょうか。これが完全に無駄ですもんね。よし、じゃあ次回はそこのこの辺りをやっていきましょう。このここで遊ばせてる資材をなんとか有効活用したい。で、それには一度ここの工場から桐谷中央駅に運んで、この桐谷中央駅から貨物列車で東桐谷駅に運ぶ。これで行きましょうか。さあ、それでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。